クロップ×日本人イコール優勝、またもこの方程式が証明される。香川も南野も取ったけど、ここに遠藤も加わったか。クロップは日本人がいると何かしらタイトル取るよな。日本人と相性良すぎでしょ。日本人の献身性がクロップのサッカーにハマってるんだろうな。クロップは選手を最大限愛するし自信を持たせてくれるから、そういう環境だと日本人はやりやすいんだろうな。クロップ日本人神話はどこまで続くんだろうか。おい、クロップ日本でダブルハイ取らないか？なんかの奇跡でクロップが日本代表を指揮してくれないかな。クロップ来てくれるって言うなら国民からお金徴収できそう。俺はいくらでも出すぞ。クロップ、滝がいるなら無償でやるんだ。